はい、おはようございます。ブッキムチャペンです。今日もよろしくお願いします。さあ、今日もですね、キンキンブッキム動画やっていきましょう。お願いします。さあ、今日飲んでくるのこちら買ってきました。オルビーのトゥプラプッキ。読めん。やばい。オルビーのトゥプラプッキ。読みにくい名前やな、これ。海外の製品に今、日本語のシールが貼ってるんで、輸入されてるビール、原産国はフィンランドですね。アルコール分 8.5%、 麦芽の甘みが感じられるダブルボックタイプのビールって書いてます。お肉料理と一緒にと。ダブルボックタイプってなんか知らんな、飲んだことないな。まあとりあえずね、ぶっ決めていきましょう。さあ今日もキンキンに凝ったジョッキショット。やっぱテンション上がるってジョッキしか硬い。よっしゃ、指爪に穴開けたやつだいぶ回復してきましたね。まだでもね、痛いんですよね。おっと、色はこれまた高貴な感じやな。すごい黄金色ですね。あー、こぼれそうこぼれそうこぼれそう。うわ、これ濃厚そうだな。 8.5% ってすごいですね。匂いめちゃくちゃ美味しそう。色はまあ輝いてますね。テンション上がりますね。さあぶっ決めていきましょう。オルビーですね。いただきます。いってきます。乾杯。すごい。あー、すげえわ。パンチ力ある。くぅー、あーははあー、もうすごいとしか言いようがないな。匂いも味もすごい。はい、お疲れ様でした。ガブ飲みしてました。今日のやつこれ初めて飲んだんですけど、フィンランドのビール自体はね、過去飲んだことある記憶があって、多分初めてじゃないと思ってます。ただまああんまないっすよね。珍しいっすよね。今日のこの子はもう匂いからだしね、飲み応えも味もかな、もう 8.5% って感じでガツンときましたね。美味しかったっすね。いやー、たまらんな。濃厚でしたね。ということで、もしかしてまあまあ売ってないか、飲んでみたくなった、気になった方いらっしゃる、ぜひね、試してみてください。さあ最後、時間よく明日もね、ビール行きましょう。こちら行きましょう。珍しいっすね。これもタヒチって国のビールで、これもね、まあ、飲んだことない、初めて見たと思ってね、買ってきたんですけど、アルコール分 4.5% 飲みやすそうですね。南国な感じの国なんでしょうか。タヒチって多分そうですよね。さあ、どんな感じのやつかちょっと気になるんで、とりあえず明日ぶっ決めていこうと思ってますんでね、よかった時間の動画もぜひご視聴します。はい、では本日もご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。バイバイ。酔っ払うぜ、8.5%。でもうまかった、オーライさん。酔っ払う。